このように多くの皆さんに参加していただきまして本当に嬉しく思っております。今日の決起集会については手作りでというふうなことで国会議員とかそういう偉い人は呼んでおりません。もう手作りで地元の人安倍三十郎さんにもう隣村家ですけども来ていただいて今日盛り上げていただきました。本当にありがとうございました。この度の選挙は町長選でございますから高畑町の未来のための選挙であります。助役を辞めました。非常にもったいないことをさせてしまったというふうに私は思っております。何としてもこの人に町長になっていただきたいものだ。明るく生活できるそんな高畑町を願う視点で発言いたします。私たちの願いを託せるそう思っています。高梨忠広さんはこのまほろばの里にふさわしい町づくりをしてくださると私は信じております。高梨さんなら必ずやるでしょう。言いたいことはまだまだありますが高梨頼むぞという声が一部で合わせていただいたように思います。高梨勝利、この瞬間を勝ち取ろうではありませんか。皆さんよろしくお願いいたします。必勝必勝勝つぞ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 勝考えていませんでした。予想以上の出席者で大変元気をもらいました。激励の言葉の中にうちの母ちゃんの言葉が出てきたんでちょっと涙が出てきてふろりとした場面もありましたけれども今日は私なりには80点くらいはもらっていいのかなというふうには思っています。今日の決起集会開催していただく本当にありがたく感謝しているところであります。ありがとうございました。